上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの22回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンナップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番、注目です。まずはマリーンズの先発二木が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。スライダー決まります。打った、センターに大きな打球、さあどうだ、追いかけますが頭を越えました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。その警戒すべきデイビス、バッターボックスです。打ちました、大きな打球になった。これはどうか、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、2対0になりました。マリーンズこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、甘いコースは特に禁物ですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。小栗打った、ライトに大きな打球、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、3対0。マリーンズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。さあそして打席には九里入っています。さあなおもピンチの場面。まあ勢いづかせると厄介。打った、打った瞬間確信したか、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは注目のルーキー金村。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。マリーンズ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。まあそうですね、ここから修正が必要な内容となってますよね。打ちました、この打球はファールグラウンドへ切れていきます。ファウル、打った、大きな打球になった。さあどうだ、真ん中を破りました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6連打、ノーアウトランナー二塁です。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ボールになります。ボール先行です。バッターの粟口、今シーズン得点圏での打率は5割2分。打ちました、センターの前に落ちる、ホームに送球、これで7連打、ノーアウトランナー3塁1塁。キャッチャー山下、背番号40。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファールボール。
甘く入ってますよね。ちょっと危ないボールですよね。はい、そうですね。打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった。レフト入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。ここは当然という交代でしょうか。マリーンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手のドヒ。さあマウンドに上がったのはドヒ、今シーズン17試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、ま、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、惜しくも切れてファウルボールです。2球目は何で来るか。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、外野へまだ伸びている、左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9連打、ノーアウトランナー二塁です。これが1球目、これはデッドボールということになります。打順は2番新井、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。まあ先ほどはしのぎきれませんでしたけど、はい、ここはピシャーッと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。デッドボールのランナーが出て二塁一塁となっています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。空振り、ここはランナーを変えさせません。打ちました、高く上がった、この当たりはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、ホームに送球、ファーストランナーもホームイン、追加点が入りました。オリックスバファローズ、左中間へのタイムリーヒット、10対0、マリーンズもうこれ以上点はやれません。さあバッターは小栗、ここで打点を挙げればシーズン最多打点記録に並びます。打ちました、ファウルになります。低め見ました、ボールです。これは見送ってボール。5球目は何で来るか。惜しいですね、いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。打ちました、これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。11対0、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは5番クリ、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよ。打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトオーバー、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、12対0、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには6番金村、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。マリーンズこの回先制点を与えています。引っ張った、レアード一塁へ送ります。ツーアウトになりました。打席には7番バッター淡口、前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね、ツーアウトになっています。掴んで3アウト、しかしこの回バファローズ先に点を取りました。12対0、バファローズ先制です。2回に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスは8番山下、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打ちました、打った瞬間確信したか、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。13対0、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは
バッターボックスは9番牧。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。これが初球、まずは見送ります。ワンボール、打ちました。鈴木一塁へ、アウト、ワンアウト。バッターボックスには2番新井、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。インサイド落ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。14対0、マリーンズなおもピンチです。バッターボックスには3番デイビス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、バッターボックスのデイビス、今シーズンの得点圏打率は5割8分6厘となっています。打った、左中間に強い打球、満々中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、15対0、マリーンズなおもピンチです。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、引っ張った、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん打球伸びて入った、ホームラン、ツーランホームラン。このホームランで打点王争いの単独トップに立ちました。マリーンズ追加点を許します。4番に一発を浴びてしまいました。バッターボックス九里、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、バファローズこの回7人目のバッターになります。空振りになります。あっという間に2ストライクです。打ちました、内野を抜けていきます。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー1塁です。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の種市。さあマウンドを任されたのは種市、今シーズン20試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。牽制セーフ、ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、入った、ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順は7番淡口、ライト淡口、打ちました、これは大きい、伸びていく、これは破っていきそうだ、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、今日もマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球はストライク、ストレートが決まっています。2球目打ちました、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックスには9番牧、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなる。インサイド打ち上げました、レフトへ打球伸びる、最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると、三遊間レアード抑えてワンアウト、バッターは2番新井、
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、まずはワンアウトを取っています。これは一塁側のスタンドに入ります。ボールカウントはノーボールワンストライクです。ノーボールツーストライクです。打ちました。抜けていきます。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー一塁となりました。3番バッターデイビス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあ引っ張った。あっと取れない。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。どうやら大丈夫のようです。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ヒットでランナー二塁一塁。決まった。低めいっぱい。バッターの小栗、今シーズン得点圏での打率は5割3分6厘となっています。打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。ここは打ち上げています。インフィールドフライでツーアウト。この栗、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。そうですよね、今日もホームランが出てますし、間違いなく絶好調ですよね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。ファウルになります。外れましたけど、いいボールでしたね。はい、インコースわずかに外れて空振り。ここはランナーを変えさせません。スリーアウトチェンジ。ランナーでは6番バッター金村、前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど、この打席のポイントになる。打ちました。これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには7番阿波口、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁はセーフ。初球打ち、スタンド一直線、文句な、入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。8番バッター山下、初球ボール、ボールになります。ボール先行です。スライダーが決まります。さあ4球目は何か。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、ファウルです。ボールカウントは2ボール2ストライクです。打ちました。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。いいコースですが外れています。これが2球目。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って大石、最初は変化球できました。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。2球目打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。打席には2番バッター新井、さっきはいい当たりでヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミング、打ちました。ライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。三塁へ送ります。ホームに送球する、三塁へ、三塁タッチはアウト。バファローズ1点追加します。バッターボックスは3番デイビス、今日はここまで4安打を記録しています。
ここまで打たれると引っ張った。これはどうだ。ライン際フェア、フェアです。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには指名打者の小栗。最初は変化球できました。ボールになります。インコースを落としました。ボール先行です。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ。中村アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは5番クリ。今日はホームランを放っています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズ2アウトにはなりましたがランナーを進めています。3球目打ちました。これはショートライナー。しかしこの回バファローズ2ランホームランで得点を追加しています。里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうですね。このしっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあ初球は何か。打ちました。大きな打球になった。ライト下がっていく。下がって入りました。ホームラン。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。マリーンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは石崎。バッターの山下、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい。何より彼の場合はホームランが出ているというと。これも初球打ち、伸びていく。この打球は落ちそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3連打。ノーアウトランナー2塁です。初球打ち、これはどうか。破りました。センター前。これで4連打。ノーアウトランナー3塁1塁。打順は1番に返ります。バッター大石。前の打席はしっかり捉えてましたから、ね、打ちました。高く上がった。レフトが下がっていく。入った。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。マリーンズ追加点を許します。2番バッター新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい。最初はボール。ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしないといけませんよね。なるほど。さあキャッチャーどこに。打ちました。鈴木取って、ワンアウト。バッターボックスデイビス、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい。バファローズこの回7人目のバッターになります。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで6打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁です。バッターは DH 小栗。今日はホームランを放っています。打った。スタンド一直線、ライト一本突き刺さった。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。打席には5番バッタークリ。初球大きく外れています。打ちました。浅いフライ、ヒットになった。これで3連打。ワンアウトランナー1塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね。存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。
3球目打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。センターが取りました。2アウトです。7番バッター阿波口、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ツーアウトになっています。今日はバッティング絶好調。引っ張った、伸びていく、どうだどうだ、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。さあマウンドに上がったのは長野、今シーズン16試合目の登板です。3連投ということになります。初球打ち高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている、入った。スリーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。9番バッター牧、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これが今シーズン150本目のヒット。2アウトランナー1塁。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、打ちました。センターに強い打球、これはどうか。荻野が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。ZOZO マリンスタジアムからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、2番バッター新井、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。マリーンズ厳しい展開で6回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。打った、レフトに大きな打球、レフト下がっていく下がっていく、フェンス直撃。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7打席連続のヒット。ノーアウトランナー三塁二塁。初球は何で来るか、まずはボールから入りました。さあ2球目は何か、打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸びて入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これでホームランダービートップとの差は3本。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。相手主砲の一振りでした。打順は5番クリ、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打ちました、浅いフライ、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。これで4連打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは6番金村、今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。打った、センターに大きな打球、センター下がっていく下がっていく、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これで5連打、ノーアウトランナー三塁二塁です。バッターボックスは7番阿波口、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。マリーンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは東。さあマウンドを任されたのは東、今シーズン18試合目の登板です。前の登板は敗戦投手になっています。初球はボールから、
膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。ここは落としてきました。ストライクが入りません。打ちました。これは大きい。伸びていく。この打球は落ちそうだ。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7連打。ノーアウトランナー二塁です。吉田背番号0。打った。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。マリーンズ痛い一発を浴びています。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには代打の水口。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。これも初球打ち。続き抑えて、これで9連打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番新井。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。バッターは3番デイビス。今日はここまでなんと7安打の大活躍です。いやもうバッテリーはお手上げでしょうね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。デッドボールのランナーが出て2塁1塁となっています。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思ったより伸びて引っ張った。高いバウンド、ファーストゴロ、取った。一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスには5番クリ。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。打った。スタンド一直線、文句入った。ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス金村。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打った。取りました。これが今日6本目のヒット。2アウトランナー1塁。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは南。さあマウンドに上がったのは南。今シーズン12試合目の登板です。まず何を投げてくるか。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。ライトバックバックバックする。入った。ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番山下。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打を避けた。打ちました。打った瞬間確信したか。入った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はダイソーで途中出場の吉田。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、打った。鈴木掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。
里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。打ちました。これは大きい。伸びていく。レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今シーズン50本目のヒット。ノーアウトランナー二塁です。初球から際どいコースをついてきます。2球目打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。マリーンズなおもピンチです。打順は3番デイビス。初球は何から入ってくるか。抜けたような感じになりました。大きく外れます。外れていきます。ボール先行です。落ちるボール見逃します。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。これで3連打。ノーアウトランナー3塁1塁。まず際どいコースをついてきました。次が2球目打ちました。ファールグラウンドへのフライです。取ってワンアウトです。5番バッタークリ、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ワンアウトになっています。打ちました。取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。アウトの間に得点。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは6番金村。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。引っ張った。ショート取った。一塁送球します。これが今日7本目のヒット。ツーアウト二塁一塁。バッターボックス淡口、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思ったより伸びて初球打ち。この打球は落ちるか。どうだ。岡が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。バファローズのリード広がっています。さあそしてゲームは8回に入ります。バファローズの攻撃。バッターボックス山下、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、マリーンズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。今日4本目のツーベースヒット。ノーアウトランナー二塁です。際どいコースですが外れました。ワンボールです。これは低めストライク。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。痛烈、ショートの右抜けました。一気に左中間へ。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。マリーンズもうこれ以上点はやれません。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは増田。さあマウンドを任されたのは増田。今シーズン27試合目の登板です。わずかに左に切れました。ファールボール。ワンストライクです。2球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球する。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー3塁1塁。さあまず1球目打ちました。大きな打球になった。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。センターオーバー。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁まで進みました。バファローズ バッターボックスには代打のドレイパー。里崎さん、この場面で変えてきましたね。
まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。まずは見送ります。ワンボール。2球目打ちました。ここはフライになっています。鈴木が抑えています。ワンアウト。バッターは BH 小栗。今日は3本のホームランを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。2球目は何で来るか。高め決まってストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。痛烈な打球、高く上がった、入った、ホームラン。スリーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は2本。追い込んでからのストレートでしたが、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。マリーンズ追加点を許します。4番、バッターボックスは5番クリ。先ほどの打席で打点を挙げています。バファローズこの回7人目のバッターになります。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には6番バッター金村。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは7番川口。最初は変化球できました。これが2球目。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと4者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打席には8番バッター山下。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。これで5連打ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは9番吉田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいい、打った、左中間に大きな打球、さあどうだ、センター左へのヒット。バッターランナーは2塁まで進みました。そしてこれが今シーズン40本目のツーベースヒットということになりました。バッターボックスには代打の羽田。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。切りました、ファールボールです。高め見送ってストライクです。ここはあっという間に追い込んでいます。ボールになります。ここは見ます、打ちました、鈴木一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターボックス新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ツーアウトになっています。さあ2球目は何か、打った高く上がった、ライトセンター下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。
バファローズが突き放します。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。打ちました、高く上がった、センターバック、センターバックする、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、マリーンズなおもピンチです。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は1本。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。バッターボックス九里、さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。初球大きな変化球、次が2球目、打ちました、これは大きい、伸びていく、大きな当たりが外野を襲っている、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁到達、これで4連打、ツーアウトランナー2塁。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、マリーンズもうこれ以上点はやれません。打席には7番バッター淡口、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきます。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいです。引っ張った、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。9回の表、さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。2球目打ちました、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス吉田、さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして打った、大きな打球になった、レフトをバックする、バックする、レフト深いところを破っていきました。バッターランナーは2塁到達、これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー3塁2塁。これが1球目、初球ボール球です。2球目は何で来るか、打ち上げました、取ってアウト、ワンアウトランナー3塁2塁です。バッターはダイソーから起用されている村上、前回のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。ファウルボール、これが5球目、打ち上げた、わずかに切れてファウルボール、レフトへ浅いフライになった、落ちた、ヒットになる、バックホームするサードラン、バファローズ追加点を挙げました。マリーンズなおも三塁一塁のピンチ。ドレイパー打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ストレート打っていった、大きな打球だ、伸びる、伸びていく、入った、ホームラン、
ドレイパー、さらにダメ押しの一発、今シーズン第18号のスリーランホームラン。これで今日4打点、マリーンズ追加点を許します。バッターボックスには代打の鈴木に代わりまして、鈴木バファローズのバッター、鈴木背番号2。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打のブライアント。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。また初球、これは大きな打球、外野へ、まだ伸びている、頭上を破っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ追加点、マリーンズなおもピンチが続きます。打順は6番金村、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、初球ストライク。バッターボックスの金村、今シーズンの得点圏打率は、ストレート打っていった、これは大きい、フェンス直撃、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、バファローズ追加点を挙げました。マリーンズさらにピンチが続きます。打順は7番川口、これが初球、まず変化球決まってワンストライク、これが2球目、ストライク、すぐに追い込みました。外のボール打っていった、ヒットになります、ホームへ、センター前ヒット、これで6連打。打順は8番山下、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。レフトへ、これは面白い当たりになった、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになった、ファーストランナーセカンドキャンバスを蹴った、ボールは中継、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点、マリーンズなおも三塁二塁のピンチ。バッターは9番吉田、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。さあ初球は何か、ちょっとタイミングはずれました、高め大きく外れました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。いった、スタンド一直線、入った、ホームラン、吉田さらにダメ押しの一発、今シーズン第31号のスリーランホームラン、これが今日2本目のホームラン、マリーンズ追加点を許します。バッターは羽田、初球打ち、レフトに強い打球、この当たりはどうか、レフトオーバーのヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何で来るか、センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった、二塁ランナー三塁も回った、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは三塁まで進みました。バファローズ追加点を挙げました。マリーンズなおもピンチが続きます。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。初球文句な、
き刺さった、ブレイパー、さらにダメ押しの一発、今シーズン第19号のツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン、マリーンズ追加点を許します。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。さあ2球目は何か、切れていきます、ファウル。引っ張った、レフトに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバー、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。甘いコースでしたが見送っていきます。いい当たり、これは大きいぞ、伸びる、入りました、ホームラン、ブライアント、さらにダメ押しの一発、今シーズン第19号のツーランホームラン、これで今日3打点、マリーンズ追加点を許します。バッターボックスには6番金村。さっきはヒットを打たれたんでね、ここはしっかりコントロールしてリベンジしたいですよね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。ファウルになります。これは内へ外れます。打ちました、ショートゴロです。取った、一塁送球、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには7番粟口。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは気をつけないと、またや走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですからね、ランナーよりもバッターですよね。なるほど、そうです。右中間へ持っていった、ぐんぐん伸びる、綺麗に破っていった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ追加点、マリーンズなおもピンチが続きます。バッターボックスは8番山下。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、バックホームする、今ベンチに下がっていきます。どうやらどこかに違和感があるようです。やはりピッチャーダメなようです。結局、先ほどの投球の際にどこか痛めたということで投手交代ということになります。さあマウンドに上がったのは有吉、今シーズン14試合目の登板です。前の登板では負けがついています。左中間へワンバウンド、ヒットになった、中継にボールが送られる、サードランナーホームイン、バファローズ追加点を挙げました。マリーンズなおも二塁一塁のピンチ。ただ打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ジャストミート、大きいぞ、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、これはどうだ、ファーストランナーもホームイン、バファローズ追加点、マリーンズさらにピンチが続きます。打順は2番村上、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあ打ち上げました、高い打球、ここは打ち上げています、取ってアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。バッターはドレイパー、今日は2本のホームランを放っています。ツーアウトになっています。また初球、ファーストが抑えた、そのまま一塁に入ってスリーアウト、しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。
残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。